はい、今日は雲です。はい、皆さんおはようございます。瀬野です。はい、昨日ちょっとね、明るい色味を使ってちょっとね、元気になるような色合いでということで、虹のモチーフを1個作りまして、まあちょっとね、ちょっといろいろ考える、改善点はいろいろあるんですけれども、まあこれをね、うまく利用してガーランドだったり、ちょっとあのモビールだったりっていう風なものに使えたらなということで、本日はこれにですね、今日は雲をつけたいと思います。雲、本当はね、この虹がちゃんとね、もうちょっと私の思っている想像している虹だったら虹だけで独立させたんですけど、なんかね、やっぱりね、うなってくるので、ここで一つこの下にですね、雲をつけたら落ち着くかなという考えのもと、本日はこれに雲をつけていこうと思います。で、これで雲が出来上がったら、あとは単体で雲を作ってって感じで、こういろいろね、やっていこうかなと。で、雲なんですけど、このね、ちょうどこの虹の両側っていうか、こうここの一番下ですね、ここにこまこバーッと編んでいって、押さえることによって虹が落ち着くのではないかという、そういう狙いでつけていきます。端っこのとこに白い糸つけて、細編みを1段ずつ編んでいきたいと思います。本当はね、この虹を2枚作って、でこう合わせればね、厚みが出ると落ち着くと思うんですけれど、まあそこまでね、編む時間もなかったので、でこんな感じで一番下に細編みを編みつけました。で、ここからここまでですね、何目ぐらいだろう、まあ、まっすぐになるぐらいまで鎖編みをしたいと思います。鎖編み1、2、3、4、5目ぐらいでどうでしょう。もっと少なくてもいいな、4目、3目ぐらい、1、2、3、3、4目ぐらいでいいかな。鎖編み4目したら、またこっちの端っこ取って、よいしょ、細編みと、よし、これで、はい、端っこまで来ました。で、ここから2段目3段目って編んでいくんですけれど、その前にこの同じ、ここですね、この赤い一番端っこのところから、私的に1、2、3目編んで、ちょっとこの上の方に鎖編みしよっかなと。で、くるっと回しまして、で、こっからこの下の白い一目目のところに向けて、長編みをぐるっとしてくるように編んでいきたいかなと。何目ぐらい編めばいいかな、長編みで3目、4目ぐらいかな。で、編んだら、ここからあとは、長編みですね、長編み、細編みしてみるか。細編みを1段ガガガガッと編んでいきたいと思います。はい、端っこまで来ました。で、次はこれ、上半目と裏山かな、全部編んでもいいんですが、上半目と裏山を取って細編みをしていって、で、また最後まで細編みをしたら、また1、2、3目編んで、こう上の方に引き抜き編みをして、で、またくるっと。で、このまま、またこの長編みを4目ぐらい、3、1、2、よいしょ、3、4目ぐらい。編んで、で、こっからね、ちょっと、はい、細編みを編んで、ちょっと展開ちょっと下がね、落ち着くかなと思いまして、落
ちょっとまだ荒ぶってるけどね。それでもだいぶ落ち着く、最初に比べたら落ち着いたかなと思います。でここからちょっとね、雲さんなんでちょっとモコモコっとさせて、こちらの方は終了したいかなと思いますので、モコモコさせるためには今これ2個開けて3個目ぐらいに、はい、5目ぐらい編んではまた2個飛ばした3個目2コマ編みと、でまた、はい、1、2、3個目のところに長編みを5目、でまた2つ飛ばして3個目のところにコマ編みと、これをやっていくことによってちょっとモコモコっとした雲っぽくなるかなと。でこっちの下のとこに細編みかな。はい、これでちょっとこれでモコモコ虹のね完成になるかなと思います。でこれの他にですよ、これの他にちっちゃい雲を何個か作って組み合わせられるようにしたいなと思います。まず糸始末はします。糸始末をしましょう。はい、こんな感じでこう雲がついたレインボーの方が完成いたしました。でこれと、まあ、付随するというかおまけじゃないですけれど雲も一緒に作れたらなと思いまして、まずこれ雲作るにあたって楕円を編みたいと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10目ぐらいの楕円にしたいので、鎖編み1つこっから長編みしようかな。3目の、まあ、3目編みまして 1,2,3,4目5目ですね、5目目のところに、はい、上半目と裏へまとって長編みで、はい、これでもう1個長編みしたら、これで立ち上がり含めて 3目ですね、3目分編んだことになるのかな。はい、でこれでまず10目分ですね、長編みをしていきます。はい、10目編みましたと。じゃあ同じように、はい、端っこですね、同じところに今度長編み、同じ長編みを何目編もうかな、3目で足りるかな。はい、3目で、ま、ぐるっと回れるね。で3目編んで、もう1回今度は下半目を取って長編み、だ全部で1ここの1つのねところから5目長編みが出てることになります。であとは、はい、これ裏山1目目終わったので、次下半目取りながら長編みをまたあと9目ですね編んでいきます。で、一番最初ね、立ち上がり3目で編んでるので、はい、最後これ端っこで10目目のところは普通のね鎖編みになってると思うんですけど、上の下半目だけで取って長編みで、同じところにあと3目かな、長編みを編んで、そしたらこう立ち上がり3目目 1,2,3 目目のところを拾って引き抜き編み、でどうしようかな、こっからもう一段ぐらい行ってもいいかな。3目編んでですね、でここ今はい2目目、また10目分ですね、3目目、長編みをやっていきます。もう一段普通に楕円を編んでいこうと思います。10目長編みを編みました。で次から、はい、1つの目に対して長編みを2目かな、2目、はい、次の目も長編みを2目、次の目も長編みを2目、またここから長編みを10目編んでいきます。はい、10目編みました。でまたここから2目ずつを3回ですね、はい、3目目取って引き抜き編み、
これでちょっと2段目までの楕円ができました。であとはここにもこもこっとしたものをつけていきたいんですけれども、これはあんまり変わらないですね。先ほどと、はい、一番最初1つ鎖編みして、どうしようかな、まず細編みしますか。細編みをします。そしたら次は1個2個飛ばして3個目のところに長編みを5目、長編み5目編んで、また目を2つ飛ばして3目目のところに細編みで、また同じですね、2目飛ばして3目目のところで長編みを5目で、ここをこうぐるっと回るときに2目だとね、あんまの増し目にならないので、ここは1つ飛びにしたいかなと思います。1つ置き、すぐスキップは1個だけにして、でまた次今度1個飛ばしたところに、はい、長編みを5目で、こう平らなね、こっち側に来たらまた2つ飛ばししようかなと。2つ飛ばして、はい、ここに長編みを5目。ちょっと数が合わないなと思ってもゴリゴリでやればいいかなと思っているので、ここに隣に細編みしようで、また1個飛ばしたところに長編み5目、よいしょよいしょ、はい、雲ですね。これ2枚作って縁かかってちょっと厚みを出してもいいかもしれないと思っております。ここに紐つけてもいいし、こう洗濯バサミみたいなこうね、木のピンチとかでピッて止めて作ってもいいし、でこもしかしたらほら、ね、お家で暇を持て余してるお子さんにこれでモビールを作ってもらうって手もありますよね。ここの長さどうするのか、どうやったらバランスが取れるのかっていうのをいろいろ試行錯誤して作ってもらうとかなりの暇つぶしになると思うんですけれど、うん、まあこう虹があるとすると、ここを細編みで最初作っていって、ここね鎖編み3目ぐらいでしたね、3目か4目で、また細編みをしていって、最後ここで鎖編み3つして、ここで引き抜き編みします。でここから根元に長編みをしていって、でまたここからこう、はい、帰っていく。でここで来てもまた1、2、3ってね、鎖編み3目して引き抜き編みして、またこう長編みを編んで戻っていく。でここまで来たら今度は細編み2つ飛ばしたところに、長編み5目で、2つ飛ばしたところに細編み、2つ飛ばしたところに長編み5目と、まあちょっと多少ここら辺が辻褄合わなくってもまあいいかぐらいの気軽さで編んでおります。でこっちのクモさんの方はもっと簡単で、まあ10目ぐらいですけど、鎖編みから始まって鎖編み3目で立ち上がって、はい、長編みを編んでいきます。で端っこはここに長編みを3目入れて、で下半目を拾って編んでいく。でまたここも、長編みが3つ、これを2段やります。で当然ですけど端っこのところは1つの目から長編みが2本、あとは全部長編み1つずつで、雲を作るのに細編み同じですね、2目飛ばしたところに長編み5目、端っこのこの円の回るところ、回っていくところに来たら1つ飛ばしにしてしまって、もう短いスパンでこの長編みと細編みが来るようにすると綺麗に回ってくれるんじゃないかなと。ここは1個飛ばしです。こちらは、よいしょ、2個飛ばしですね。こっちこうだぞ、こうか、まあ、2個飛ばしみたいな形で作ってみましたと。どうしましょうっ
ていうところですけれども、こんな感じでとりあえずはあのレインボーのモチーフとクモさんのモチーフは完成いたしました。少しでも皆さんの心が晴れますようにということで、はい、それではまた明日何かやっていこうと思います。じゃあ。